師匠、山本周五郎。朗読、小倉一郎。夏目義信次郎左衛門が駆けつけたとき、大広間ではすでに戦協定が始まって、人々の間に意見の応酬が激しく取り交わされていた。父上、おそうございます。松田にいたこの信次が、 入ってきた父、義信を見て低い声で言った。今仕方、二股城へ参った物見が帰り、二股もついに落城。甲州勢は一気にこの浜松へ押し寄せ参るとのことでございます。知っておる。義信はこのそばへ静かに座った。それで、ご評定は決まったか 老神方は城へ立てこもって防ぎ戦うがよろしいというご意見のようでございます。本田様、酒井様は押し出して決戦すると仰せです。本体将の御意はどうだまだ何事も仰せられません。宣告からあの通り黙って評定をお聞き遊ばしてございます。吉信は頷きながら、キャミザを見上げた。 徳川家康は、紺色に青いの門を散らした鎧ひたたれにすね当て、踏み込み旅をつけたままじっと目をつむって座っていた。この日頃、やつれの目立つ表に、濃い口ひげと顎のひげとが、その僧帽をひときわ鋭く見せている。事態は急迫している。 存亡の時が完全に迫っているのだ。孔、真、寸の全土を、その勢力のもとにつかんだ武田氏は、とうとううに三河の一部を犯して、随所に、最上を踏み破りながら、三万余の軍勢をもって、土涛のごとく浜松城へと取り詰めている。味方は、 織田信長から送られた援軍を合わせてようやく一万余期。それも連勝の敵軍に対してつぶさに敗戦の苦を舐めてきた劣勢の兵だった。この一戦こそまさに気球である。この一戦こそまさに徳川氏の存亡を決するものだ。老人たちは守って戦うべしと言い,い、 坂井、坂木原、本田、小笠原の若く気鋭の人々は出陣容撃を主張した。家康は黙ってその論争を聞いていたが、やがてつむっていた目を見開き、ゆっくりと列座の人々を見回しながら口を切った。おのおの、静まれ豪々たる欧州の声がぴたりと読み、一座の目は 一斉に大将家康を見上げた。敵軍三万良き、味方は一万に足らず。城を入れて戦うは、いかにも無謀決起のようであるが、この度はただ勝つべき戦ではない。武田氏を攻防房幾度せ重ねて、今日まで次第に諸将の城取りを失い、 今ここに決戦の時を迎えたのだ。万一にも浜松の城下を公州税の蹂躙に任せるとせば、もはや徳川の武名は地に落ちるであろう。戦いは必死の際に押し詰められている。浜松に敵の一兵も入れてはならぬのだ。協定は出陣と決まった。いずれも すぐその用意につけ。八番本田忠勝平八郎が膝を叩たたいて叫んだ。それでこそ、いちごのご合戦、我ら先人をつかまつりましょう先人は、この境こそ受けたまわる出陣と決まって、気鋭の人々は、互いに膝を乗り出した。主戦を唱えた老臣たちも、 ことが決まれば、いささかも春巡するところはない。すぐ、戦配りに取りかかった。総勢、出陣と決まれば、この本城の守りをどうするか。守りは置かなければならぬ。誰を留守に残す。この一号の戦に残るものはあるわい。しかし、城を空にはできぬ。こういう場合の、 一番困難な問題が旗と人々を遠惑させた。にわかにみんな口をつぐんだ。主家の運命をとする一戦。今こそ武士の死すべき時である。この戦いに遅れたら、物の不の名は伝るのだ。しわぶきの声も聞こえなくなった一座の片隅から、その時静かに名乗り出るものがあった。 恐れながら、ご本場のオンルスは、私がお預かり申しましょう。みんなの目がその声の方へ集まった。声の主は、少し青ざめた顔で、家康の方を見上げていた。それは、夏目義信であった。あ、夏目か。千代左衛門か。人々の表には、 かすかに、警部の色が動いた。そして互いに、サモはなんという目つきで頷きあった。次郎左衛門の子、信次は、全身を震わせながら、骨も砕けようと、二つの拳を膝に突き立てていた。よし城の留守は夏目に申しつける。いずれも、出陣の用意を急げ 家康の声が大きく響き渡るとともに、列座の人々は歓声を上げて立った。時は、元気三年、十二月二十一日、黄昏すぎのことであった。何たること父上これは何たることでございますか信ぶは、色を失った唇を震わせながら、 噛みつかぬばかりに激しく父を責めた。ご主君の御恩をとするこの戦に、物のふとあるものは誰しもご馬前の死をこそ願い、自ら留守状の守りを名乗り入れ、好んで大事の合戦に遅れるとは、それがいかなるご所存でございます。義信は答えなかった。ここは、 浜松城、玄木口の櫓の上である。必死を期した徳川八千の軍勢は、大将、家康の本体と共に、下凍る世をついて、今、粛々と、三方ヶ原を目指して出陣していった。二千に足らぬ兵と、留守城の守りを預かった夏目義信は、玄木口の櫓の上に登って、 平和の去っていった闇の彼方を、見白ぎもせずに見守っている。情けのござります。信次には、父上のご所存が情けのござります。信次の声は喉に詰まっていた。すぐる永六九年に、お味方申してより、いつの戦いにも、 御馬前の働き、叶わず、家中の人々からは絶えず、高三人、五連民の者という目で見られております。この度こそは、先人に打って入れ、めでたき新様を見せて夏目の仮名を立てるべき時と存じましたのに、これで、我ら一族の名も霊状にまみれてしまいました。あまりと申せば、 情けないお振る舞い。残念にござります。信ぶつぐは表を覆い、床板にどっかと崩れて泣き出した。夏目義信は徳川恩子のものではなかった。彼は三河の国、ぬかだ氷の郷子であって、永禄六年九月。 一向衆都が乱を起こしたとき、大津繁モ門城、乙部八兵城らとともに一気の都に組みし、野場の古類によって反旗を翻した。家康は直ちに松平、殿物助、これただに命じてこれを打たした。これただは不幸図城を守っていたが、 迅速に兵を出して、野場の砦を囲み、困難な戦いの後、乙部、八兵城の裏切りによって城を乗っ取り、ついに夏目義信を生け取りにして勝った。家康は喜んで、これただの功を称え、夏目は三河に聞こえた豪士である。これをよくすべて勝ち、上昇を 生け取りしたること、誠に既得と言うべし。恩賞は、望みに任せるゆえ、何なりと申してみよう。そう言って称賛した。その時、殿物助これただは、形を改めて、仰勢に従って、一つ、御恩賞をこい立て祭る。夏目義信は、一期のとに組みしましたけれども、 その気略、その融合、誠に惜しむべき人物にて、五連瓶を持って彼が命を助け、御旗本の末に加えられたまわば、必ずお役に立つべしと存じまする。御恩賞として、恋立てつるはこの一時のみでございます。と、真実を込めて言った。家康は、 その熱心に動かされ、これただの願いを許して、吉信を帰化に加え、かつ、サブロー・に属せしめたのであった。今、信次が、五連民の者、高三人という言葉を口にしたのは、そういう過去があったからで、また、徳川ばっかの諸氏たちがそういう目で見ることも避けがたい事実だった。 何よりも、名を惜しむ武士にとって、これはいつまでも耐えられる問題ではない。折さえあったら、花々しく戦って、お命を注ごうと、一族は摂死しつつ、今日まで周囲の冷たい目を耐え忍んできたのだ。お聞かせください、中へ。 いかなるご所存でかような未練なお振る舞いをなさったのでございます。父上は、それほど命が惜しいのでございますかそうだ。命は惜しい。吉信は、また北の夜空を見守りながら、水のように静かな声で言った。一旦の死は、難しくはない。大切なのは、 命を惜しむことだ。人間の働きには名と実とがある。もののふは名こそ惜し切れ。父上もそれをご存じでございますかその方はどうだ初めて吉信は振り返った。五十五歳。瓶に霜を置いて、 深く頬の落ちくぼんだ彼の面上に押さえつけている激しい威力が脈打っていた。吉信は我が子の前に座り勘で含めるような口調で言い始めた。名を惜しむということをその方はよくよく知っているが、のうつぐ。もののふは名こそ惜しけれとは、 ヒップも口にする。しかし、何も、虚名というものがあるぞ。すなわち、中身のない名だ。名あって、実の伴わざることを言う。父が、ご連民をもって命を助かり、高三人となって、恩旗元に加わったのは、己の命とつが惜しかったからではない。 この君こそ、天下の仕をきたるべき人。この君こそ、神妙のご奉公を捕まつるべき人と思ったからだ。うん、よいか、ロブツー。ズ。しのは静かに続けた。父は、己一族の名を挙げ、その方どもに、 公明出世をさせとうてご随心申したのではない。一回種族を捧げて徳川の礎となるためにお使い申したのだぞ。ご馬前に先駆けして、花々しく戦うも武士の本ではある。けれどもそれは、 今その方が申したような心がけでは叶わぬことだ。その方の頭には夏目の仮名が染みついておる。己こそあっぱれ物の布の名を上げようという巧妙心がある。ご主君のために、むくろを瓦礫の間にさらそうと願うより先に、己の名を惜しむ心が強い。 ローツグ、虚名とは、すなわちそのような心を申すのだぞ。一護の五合戦に先人を望むのは誰しも同じことだ。けれども、誰かは、留守状を預からねばならぬ。先人を、剣の切っ先とすれば、本城の守りは五体と言えよう。 五体の力全くして、初めて切っ先も十分に働くことができるのだ。たとえ先人、留守の差はあっても、これを司書とする覚悟に二つはないぞ。わかるか、信次。信次は両手をついて、むせび上げた。神妙も捨て、 名も捨てた父の心が初めて分かったのだ。留守上の守りは誰しも好むところではない。まして、吉信が自ら望んで出るとすれば、人々はいかにも高三人の望みそうなことだ、とうなずくであろう。吉信はそれをよく知っていた。知っていながら、あえて、 己から望み出た。果たして人々は警部の目で見た。慶喜はそれをも甘んじて留守を預かったのである。彼は神明を捨てる前に己の名を捨てたのだ。父上、信次が愚かでござりました。 大せの通り、私は、夏目の仮名に、真中をくらまされておりました。信次は、絞り出すように言った。もはや、世のそしりも恐れません。人の批判にも臆しません。今こそ瓦礫の中に、無名の屍をさらす覚悟ができました。 今こそ、己の師匠が分かりました。先ほどの過言をお許しくださいまし。分かればよし。戦いはこれからだ。命を済まに狭いぞ。吉信はそう言い終わると、静かに立って櫓を降りていった。あくれば、 四月二日余り二日三万余儀の軍を引っ下げて武田信玄は天竜の流れを渡って大菩薩より三方ヶ原に迫った徳川家康は八千余をもって南より上り右翼に酒井忠次と小田の援軍との混合体を配し左翼に石川、小笠原、松平、本田の軍を置き その後ろ備えに自ら本陣を張って格欲の構えを取った。それに対して武田勢は先陣に小山田信繁、山形正影、内藤正豊、小畑信貞第二陣に馬場信春、武田勝頼だ信玄の本体はその後詰めとなり、 魚林の人形を持って南下し来たった。七つ、午後四時、互いの戦法によって合戦の火蓋は切られた。老下にして経験深き信玄の戦術は、まだ若き家康の敵すべきところではなかった。援軍の将、佐久間信盛まず敗れ、同じく 滝川、一益も戦場を捨てた。戦いはみるみる苦戦に陥り、本田、忠勝酒井、忠次石川、一ずら、大いに反撃したが、夕闇の頃に至って、全軍の敗勢を追うべくもなく、家康はついに退却の命を発した。しかも彼は、城名を引かせてこれにまたがり、 旗本の面々は、我と共にしんがりせよ世の体は浜松まで引けしんがりは旗本にて引き受けたぞと叫んだ。そして自ら本体と共に、失いとなり、追いかかる敵と戦いつつ退却していった。けれども、武田勢の追撃は激しく、本田、忠実ざし、 松平安栖志士、鳥居信元、成瀬正義、米津正信、ら相次いで打ち死を遂げた。しかも、敵軍の右翼は大きく西へ迂回して、徳川軍の退路をまさに立たんとしている。家康は激怒のあまり死を決し、全軍返せと命を下した。 その時である。浜松城の方から疾久してきた二十五六期の一帯が、家康の旗本へ駆けつけるとともに、その武将の一人が大恩に呼びかけた。君には何事を躊躇したもんや敵の軍勢は勢いに乗じたりここは本城に引きて、後日の合戦を待つべきなりはやはや浜松へ引き止まえ それがし、死んがりを受けたまわる家康は振り返った。乗りつけてきたのは、夏目次郎左衛門吉信である。彼は、城の矢倉から家康気球の様を見て駆けつけたのであった。いや、もはや知らるぞ家康は、馬の手綱を締めながら叫んだ。 本を間近にて、各破れた上は命がらえて何がすべき。しかも敵軍すでに我が大量をたたんとする。もはや我が分の作るところだ。口取り、馬を離せあぐみを投げて馬の口取りをしたたかに蹴る。吉信は己の馬より飛んで降りると、家康の馬の靴輪を鹿と取った。 君には愚かなることを仰せたもうぞ。進むべき時に進み、退くべき時に退き。幾度敗戦の苦をなむるとも、屈せず絶まず、次の勝利を図るこそ、誠の対象とは申すべし。早く本城へ引き給え、義信、信んがりを捕まつる。皆、いかに妄想とて、我のここにあることは敵すでに知る。 追撃は急なり。もはや逃れぬ運と思うぞ。未練の大勢なり。君の恩、意味なを犯して防ぎや捕まつる間、ここはいかにしても浜松へ引きまえ。ごめん。叫ぶとともに、家康の馬の靴輪を力任せに南へ引き向け、 おの槍のの石突きを返して、その上目の尻を箸と打った。馬は共奔して、バッシグラに走り出した。旗本の人々もそれについて引いた。吉信は、徳と見定めてから、再び馬に飛び乗り、追い込んでくる公衆勢の真っ向へ突っかけながら、徳川家康これにあり と、大恩に名乗った。駿河守家康、これにあり我と思わん者は出会えこの首上げて孔明をよう名乗りかけ、名乗りかけつつ、守兵二十五騎と共に、悪気のごとく切り込んでいった。すでに戦場は母食が濃かった。あれこれ、 徳川の本陣と目指していた公衆勢は、徳川家康という名乗りを聞いて色めき立った。諏訪こそ敵の大将逃すな撃ち取れとばかりおっとり囲んできた。吉信はこの様を見て、沈ませたりと馬上に十文字の槍を振るって獣王に奮戦した。家康ここにあり 出会え出会えわめき叫びながら、群がり寄せる敵を散々んんにかけ悩ましたが、わずかな守兵は次第に打ち取られ、吉信もついにあまた傷を負った。刀折れ、や、尽きたのである。もはやこれまで、と思った彼は、 馬上に浜松城の型を再配していった。気球の場合とはいえ、我らごとき者の槍の石突きを当て申し、女をおかし参らせた罪は万死に値べし、吉信、ただいま、内地につかまする。恩許し、葬らえ。そして、夏目次郎左衛門は、内地に追っとけた。 この間に家康は守備よく退陣し、旗本の人々も追従する敵を退撃しつつ、浜松城下まで引き退いた。時すでに6つ、午後6時を過ぎて、曇り月の空は暗淡と暮れた。浜松城の大手には、かがれ火が堂々と焚きらねてあり、燃焼、 夏目信次が守兵を率いて城門を守っていた。このかがり火を目当てに馬を乗りつけてきた家康は、夏目信次の姿を見ると馬を降り、つかつかとその前へ歩み寄っていった。信次その方の父は、家康に代わって見事に死んだぞ。は。 吉信亡くば、生きては帰れなかった。吉信こそ、家康の命の恩人だぞ。もったいのござります。信次は静かに俳優しながら言った。もったいのござります。彼には父の顔が見えるように思えた。父は、己の名に未練はなかった。 ただ、己の神妙を投げ打って、方向すべき場所を誤ることなきようにと願った。父上はその本望を遂げた。父は願っていた師匠を得られたのだ。しかも、誰にも増して華々しく、羨むべき師匠。退却してきた兵は、直ちに城の守備についた。 原木口には鳥居元忠夫。下戸口には大久保忠夫と柴田康忠夫。上手口には戸田忠次。塩町口には堺忠次、松平池忠、小笠原長忠夫。その他鳴子は二の丸、飯尾の出丸にも兵を配り、守備と反撃の体制が 見る間に整った。元気三年、四月二日あまり二日。かくて、全く夜に入った。選び抜かれた。 とっておきの名作朗読文芸集文芸ホラースリラーサイコサスペンス人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください